今日午後2時半ごろ、津市白山町に住む90代の女性が自宅の敷地内で倒れているのを近所の人が発見し、熱中症の疑いで救急搬送されました。津市消防本部によると、搬送時女性は意識不明の状態で、帽子やマスクは着用していなかったということです。その他、今日は松阪市で10代の女性が体育の授業中に体調不良を訴えて救急搬送され軽傷です。